はいじゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第205回でございます。え、今回のテーマは少し9月からの話をしようかというので話します。で、これは、えっと、俺のスケジュールの話ではなくって、特に受験生、まあみんな自身ね、学生のみんなの話をしていきます。で、あとは最近の生放送についてっていうところと、え、最後協力願いです。えっと、ちょっとお願いしたいことがあって、その自己紹介って書いてるんですが、それについて話していきます。なので、よかったらお付き合いください。 では、参りましょう。では、まあ、今日が8月12ですね。夏休みが8月いっぱいあるって考えれば、あと2週間ちょっと、まあ、15日ぐらい、半月か、ぐらいあるんですけど、まあ、お盆の時期なんでね、みんな自身もそうですけど、多分帰省されたりとかさ、結構バタバタ、家族がね、バタバタしてる方も多いと思うんですが、いかがお過ごしでしょうか。まあ、特に受験生の方はね、お盆も夏休みも関係ねえちゅう話なもんで、忙しいかもしれないんですけど、あのー、 まあよくね、自分は顔出しのトークでもたま、たまに言ってますけど、まあ気が抜けるんです。夏休みってどうしても。まあ頑張ろうってみんな頑張ってるの知ってるんだけど、ツイッターとかでもね、こんだけやってますみたいな。あとメールとかでも報告受けたりとかさ、いろんな子が頑張ってるのは分かってるんですけど、まあ、どうしても思い通りいかないというか、うん、こう残りね、2週間ちょっとあるんだよ。で、気持ちとしては焦ってくるんだけど、まだね、2週間ってちょっと大きいよね。これが1週間になってくるとやべえってだんだんなるんだけど、 二週間だと、まあ、うん、やべえのわかるけど、まあ、まだ二週間あるしなーっていう心の余裕が生まれるわけだよね。そう。で、そこの葛藤で、ちょっとこう気が抜けてしまうみたいな方もいるかもしれないんですけど、まあ今日は夏休み、うん、えっと、の話ではなくて、九月からのちょっと話をします。で、まあ当然ね、えっと皆さんご存知の通り、九月からね、夏休みが終わり、学校が再開すると。まあもちろんその前から再開する子もね、もちろんいらっしゃると思うんですけど、 で、えー、ご存知の通り、<laughs> 2回目ね、ご存知の通り、えー、学校が始まるっていうことは、えー、当然みんな授業が始まります。で、ちょっと受験生メインで話はしますけど、もちろんこれ1年生、2年生にも該当することなので、えー、授業が再開するってことは、今まで、夏休みっていうのは授業が止まってますよね。そう、止まってるから、基本的に復習だけでこと足りると。まあ、もちろんね、夏休み明けのために予習を始めるって方もいらっしゃると思います。それはすごくいいです。 残り2週間になったので、えー、予習に行ける方はちょっと予習しておくといいかなとは思うんですけど、まあ、それは必須じゃないからね、いいんだけど、ただ学校の授業が止まってるので、復習にメインで力を置けたんですよ。時間も使えたし。ただ、9月から授業が始まることによって、えー、受験生の方はもちろんですけど、新しく勉強したこと、ね、これから勉強していくことは受験に出ます。当たり前出るんだよ。 出るってことは、そこも勉強しながら、学校で教わったことをね、新しいことを吸収しながら復習をしなきゃいけないんです。当然、夏休みがね、この終わった時に、ああ、もう復習完璧っすみたいな。いやーもう俺、復習なんかいらないです。今これからやってることだけ勉強して、で、あと、学問とかやればいいっすかね、みたいな。風に持ってければ全然いいんですけど、いやあ、なかなかいない。そんな子ほぼ見ない。自分も絶対無理だったし、そんな。うまくいかないからね。 だから基本的には9月から始まると、復習と新しいことの吸収、まあ 2, 2, 2つだね。2つに重きを置いて勉強しなきゃいけない。しかも、昼は学校で使います。もちろん3年生は部活。まあ、吹奏楽の方とかね、あと全国大会に行ってる方なんかスポーツでも、部活残ってるかもしれないんですけど、基本的には部活がなくなるので、いや、前より時間余裕あるっしょみたいな。感じに思うかもしれないけど、全然ないです。 これはみんなが今想像するよりも時間は少なく感じます。始まると。で、これなんでかっていうと、物理的に時間が減ってるのはもちろんあります。学校で時間潰れるからね。それもあるんですけど、学校が再開することによって疲れるんですよ。これは当然学校の勉強とかそのし身体、体の方で疲れるのもあるんですが、やっぱり人間関係と友人関係とかさ、そういったところの中にいろいろごたごたも入るんで、精神的にも疲れます。学校が始まると。 それによって、そこのカバー。ま、ね、精神の心身ともにこうリフレッシュしなきゃいけないから、そこの部分も出てくると余計に時間が少なく感じる。で、時間が少なく感じるとイライラします。やべえって焦るから。焦るとイライラが出てくる。焦るとイライラが出てくると余計に勉強進まなくなります。っていう悪循環に落ちる。だからそこに落ちらないためにはどうするかっていうと、今、ま、残り2週間ぐらいですけど、この期間を使ってできる限り復習しておく。 自分が満足いく、安心できるところまで持っていくっていうのがすごく大事なの。受験、まあ、受験じゃなくても、これは1、2年生の定期テストでもそうですけど、勉強をするにおいて、これはま、スポーツの運動とかの練習をするにも同じで、気持ちの余裕があるかどうかってものすごく大事です。そうこれはすごく大事。だから、そこをちゃんと作るためには、この2週間、夏休み直前、えっと終わる直前だからね、終わる前に、よし いや、結構やれてよ、私って。俺結構頑張ったよね。って思って夏休みを終えるのと、最初頑張ってたんだけど、なんか最後さやばかったなーって、あー気が抜けちゃったなーって言って、最初頑張ってても、最後、尻相比になると、最後の印象が残っちゃうんで、やっぱり自分ダメじゃねみたいな。そこが残っちゃうのね。だからそれで夏休みが終わるっていう風に入っちゃうと、気持ちがそっちに、マイナスに持ってっちゃってるから、 だから、もし前半ね、うまくいかなかった方でも、この2週間頑張ったら、ちょっとプラスの気持ちで持ってくるの、9月。なので、9月、ね、ちょっとね、みんな、もちろん受験生の方なんかさ、初受験の方なんか、初めての受験勉強を今していて、受験勉強する上でも初めての9月を迎えるわけじゃん。その受験生としては。ほんと、想像以上に疲れるし、時間がないので、だから、残り2週間ぐらいを、ちょっと頑張ってほしいな。 で、意味も込めて、今回このテーマで、ね、喋らせていただきました。なんかね、夏休み、ほんと、危ねえよ、頑張れよ、みたいな話ばっかりしてて申し訳ないんだけど、でもこの話を聞いて、ちょっとでも頑張ろうかなって、もう一回スイッチ入れてみようかな、みたいな、風に思ってもらえたらなと、まあね、ささやかな願いを持って喋ってるんですが、まあそういうね、風に思ってくれる方が一人でもいればいいなと思って喋らせていただきましょう。で、あと二つですね。え、最近の生放送ってやつなんですが、今自分、まあこの前、 あ3回終わったのかなあの、一緒に勉強しようっていう生放送を今3回やって、で、あと質問に答えるよっていうのを1回やらせてもらいました。で、これはちょっと意図があって、まあ、勉強をね、な、あと一緒にしようっていうのは生でやろうってうの前にも話してたので、それを今やってるんですけど、最初の頃、えっ、ー、と、それをやった後に、最後、終わった後に質問コーナーみたいなのを受け付けてたんですが、そのアーカイブ生放送じゃなくて、その録画を見た方にとっては最後無駄になるじゃないですか。別にそこ見たくねえよ、みたいな。 方もいらっしゃると思ったので、勉強する時とええー、と質問に答える時を分けて放送しようと思って今やっております。ただ、この前の30分勉強の時も最後質問答えたんですよ。ただ、そこはえっ、ー、と録画枠録画でアーカイブを見た方は切れてるので、その部分はない状態で動画はアップするようにしてます。だからまあ、これからこれからっていうかまなぜ休み限定にはなるんですけど。 一応、一週間に一回ずつ、え、一緒に勉強しようと、え、質問に答えるよ、みたいな生放送。ま、緩い感じのね、だらだら話していこうぜ、みたいな。生放送を週一回ずつは最低やりたいなと。ま、一回つっても、あと三週間、ね、ま、三回ぐらいしかできないと思うんですけど、とは思ってますので、あの、ひとまず、ひとまずというか、もしよかったらね、タイミング合えばぜひ来てもらえたらと思います。 ただあの質問コーナーはあのちょっと想像以上にあの来ていただく方が多くてですね全然拾えないんですけどあの目についた方のご質問を答えたりとかしようと思ってますのでもしよかったらねよろしくお願いします で、もう一個、最後、自己紹介の協力願いなんですけど、あの、その質問コーナーとかをやって、質問コーナーっていうか、だらだら話す枠とかをやっていく中で、やっぱり、同じような質問って,結,いて結構来るんですよ。そう。例えば、どこ大学出身ですかとかさ、身長何センチですかとか、何歳ですかとか、その辺がやっぱ多いんですけど。で、あの、まあ、花尾さんとこの前コラボさせてもらったりとか、まあ、もちろん自己紹介というか、この動画、このチャンネルこんなんですよみたいなのもしばらく撮ってなかったので、 あの、新しく見てくれてる方にとっては、その配置っていうのがよくわかんないっていう方が多いですね。今、新しい方が増えて。なので、改めてその自己紹介の動画を撮ろうかなと思ってるんですが、それにあたって、あの、そこで、これ答えた方がいいんじゃないですかみたいな。そう、よく来る質問的な、まあ、さっきのね。 身長とか出身大学とか年齢とかその辺は答えようと思ってるんですけどその他にその自己紹介動画でこれ喋っといた方がいいと思いますよっていうのをぜひこの動画のコメント欄に書いてもらっていいでしょうかでそっからあ確かにこれ答えた方がいいかもみたいなのをたくさん拾ってえ自己紹介動画をね撮ろうと思ってますのであの申し訳ないんですけどそこの協力よろしくお願いいたしますはいといった感じです まあ駆けあわしてね、ちょっと話してきましたけど、あの、ほんとね、なんか、毎回毎回頑張れしか言えねえのかっていう感じに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、ほんとね、ここの2週間ね、大事なんよ。ほんと、8月のラスト。ね、それによって9月の自分の気持ちが変わってくるんで、ちょっとね、ここひとん張り、もう一回ことなんだろう、カブトのを締め直しじゃないけど、よっしゃってなってね、頑張ってもらえたらと思いますので、応援してますんで、ね、頑張ってください。 では、今回は、ハイチのダラダラジオ第205回、少し9月からの話をしようかというテーマで喋らせていただきました。えー、今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、次回またね、何か喋っていきますので、もしよかったら、そっちの方もぜひ聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。